ご案内します。はい、すごいですね。It's your boy Rose from CJC TV. It's been a long time that I'm walking around Harajuku. Today, I don't have a big plan to dig the best fashion item out. I'm gonna go to a place named Goku no Kimochi, a head massage specialty store. There's over 100,000 people on the waiting list. It's unbelievable, right? But today, CJC got a special permission to try it out. It sounds like a great journey in Harajuku, right?I can't wait, I can't wait. So, follow me, and here we go. 行きましょう。こんにちは。こんにちは。はじめまして、ローズと申します。よろしくお願いします。はい、はじめまして、ハットマイスターの磯貝真理と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。ですね、この店はね、はい、超人気なんで、なぜ店の名前は悟空の気持ちと言いますか。はい、ですね、このお店は頭の模様口専門店になるんですけれども、はいはい、西遊記の孫悟空が発刊されてると思うんですけど、それがその瞬間の気持ち、はい、取れた時のようなスッキリ感を味わっていただけます。はい、西遊記ですよ。 The Journey to the West。 ドラゴンボールとは関係ないですね。関係はないですね。なるほど、はい、お店ですね、なぜそんなに人気ありますか。ですね、絶頂睡眠っていうサービスをすごく支持いただいております。絶頂睡眠とは何ですか。絶頂睡眠とは、快感を絶頂まで高めた時に、はい、一気に寝落ちさせるというサービスになります。一気に寝落ちさせる。で、僕はね、あんまり寝にくいタイプですよ。あ、そうなんですね、はい、でも絶対寝かせてみせます。で、今日はね、絶対寝落ちしないと思います。絶対寝かせます。寝ないです。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。タオルかけますね。はい、さあ始まりました、世紀の一戦。ヘッドマイスター磯貝さん対不眠症大魔人ローズ。ルールは簡単。ローズの持っている風船が手から離れた時、眠りに落ちたという判定となります。果たして勝負の行方はいかに。さあ3分経過したところですが、ローズ選手はですね、試合前、磯貝さんが可愛すぎて緊張して眠れないかもと言っていましたので、まだおそらくは緊張している最中なのではないかと思われますですね。おっと今風船が手から離れましたということで、ローズの負けは決定いたしましたが、施術はまだ続きます。ローズは深い眠りの中へと落ちていってしまった模様です。おやすみなさい。お疲れ様でした。ありがとうございます。カードを取りしますね。ありがとうございました。寝ましたか。私ははい、10分ほどで風船を離されましたね、はい、あ、曲げました、はい、勝ちましたWell, as you can see, I had a great time in Goku no Kimochi. I fell into a deep sleep and I feel as if I was sleep through time and space. So if you want the same experience, make sure to check the information in the description below. Also, make sure to book immediately because this store is crazy popular. And don't forget to subscribe to our channel, Cool Japan at City TV. I'm Rose, see you next time. Bye-bye.